thank we'll you さっちゃんのママのモンブランについて感想を喋らせていただく動画です。さっちゃんのママの住所は福井市薄井2丁目122、営業時間は午前10時から午後7時までになります。さっちゃんのママ、個人的な思い出話になりますが、私が、あの、私の奥さんと結婚した時結婚する前ですね、えー、本人たちが結婚の同意した後、 親に挨拶に行きますとなりまして、うちの側の親に奥さんが挨拶に来たんですが、その時手に持ってきたのが、さっちゃんのママのケーキでした。え、奥さん、え、当時はまだ彼女でしたけど、え、彼女が帰った後、え、家で食べた思い出がありますけれど、え、我が家にとっては縁結びのケーキとなるんでしょうか。え、ご縁を感じつつ買わせていただきました。 この動画が配信される時は、おそらく冬に入っているかと思うのですが、ケーキを買ったのは11月でして、シーズンですね、えー、モンブラン食べてしまわないとシーズン終わってしまうと。だから店に入る前からモンブラン一択の気持ちはあったのですが、ショーケースの前で、えー、他のケーキを見てもその気持ちに変わることはなく買ってまいりました。それで、さっちゃんのママというお店の名前、先入館で優しい味、 というイメージを持ってしまうのですが、イメージに反して攻撃的。もう箱開けた瞬間から攻撃来ました。お酒の匂いですね。ブランデーとかラム酒とか。私、洋酒は安いウイスキーの味しか知らない人間なものですから、洋酒のどんな香りという解説ができないのですが、とにかくお酒の香りが強いまま。うちの奥さんはお酒飲めないままですが、さっちゃんのママは意外といける口のようです。はい。 今回でまだ3回目ということなんですが、ここまではどれも個性があってお話ししやすかったです。続けていくとどこかでワンパターンの説明になってしまうんじゃないかと思いますが、なるべくそうならないよう、お店やケーキの個性にえ気がつけるようにしていきたいと思います。次回は西洋菓子クラブのケーキをご紹介させていただく予定です。もしよろしければ次回もご視聴よろしくお願いします。